10連休最終日の5月6日も行きましょう。走行3分トーキングスタート。ゴールデンウィーク10連休、まあ後にも先にももうないのかなという感じもしますが、うわ終わってまうという感じでしょうか、それともようやく終わってくれたという方もいるんでしょうかね。今回はですね、即位もありましての10連休ということですが、ただ皆さんやはり問題になってましたが、カレンダーとか手帳が休日になってないという方多くないですか。僕もですね、持ってるカレンダー手帳もですね、あの休日になっていなくて、4月30日、5月1日、2日は黒いままなんですけども、何の休日やってんって思ってないですか。で、5月1日が即位の日ということで、特別にこの皇室継承行事に伴う休日になったということで、あの祝日法によると挟まれた日は祝日になるということで、5月1日が祝日になったから30も2日も祝日に挟まれてるから国民の休日になったということでいいんですかね。そういうことやと思うんですけども、それで10連休となったんですが、ちなみにですけども、本来であればね、今までの、天皇、今上皇になられましたけれども、のお誕生日は12月23日が祝日でしたが、2019年からは祝日じゃないのご存知でしたか。なので天皇誕生日はこれからは2月23日になって、まあ、その日に一般参賀なんかも行われる、12月も2月もちょっと冬でね、寒さ厳しい中ですが行われるということで、そうなんですよ、もう12月23日はこれからはね、祝日じゃなくなる、多分しばらく祝日じゃないということで、ちょっとややこしいですね。さらに今年即位の礼正殿の儀がまだ10月も行われるということで、10月22日も祝日ということみたいですけども、なかなか2019から20にかけては、この日祝日なんかっていうね、イレギュラーな日があるように思いますけども、いやしかし初めてとも思われる10連休、この10連休の間頑張って仕事された方、サービス業の方とかどうなんですかね。ずらしてこれから10は無理にしても大きく休んだりするんでしょうか。そして明日火曜日からがまた新たな週の始まりということになるんですね。5月7日からのですね、日本の社会経済とかがちょっとね、ストップウォッチとビデオの切るやつ間違えて押してしまいまして続きですけども、いや初めての10連休の後の日本の社会経済がね、どんな風に動いていくのかなんていうのも興味あったりしますけども、明日から皆さん頑張っていきましょう。走行でした。さよなら、バイバイ。